どうもこんにちは、根山下です。去年の4月にできた研究室でこういう実はパンフレットに載って説明会するのを実は今年初めて、ちょっとよく分かんなくて縦書きでしかも1枚しか用意してこなかったんですけど、まあ2分なんであんましあれなんですが、基本的には冷やしてなんか物理 の研究しましょうってことをやってます。で、まあ、冷えるとその物質の量子力学的な性質が見えてきていろいろ面白い現象が起きるんですが、で今冷やすって言ったその希釈冷凍機っていう、まあ、あの売り物の装置がありまして、まあ、それで皆さん20ミリ K とか4度まで測定してるんですけど、まあまあ、技術開発してもうちょっと1ミリ K、2ミリ K っていうところまで、まあ、調定温度って言うんですけど、まあ、そこまで冷やして、まあ、電子物性をやってみましょうと、まあ、そこまでやってる人はほとんどいないので、でまあ、非常に安易ですけど、まあ、その他の人が冷やさないところまで冷やしてなんか新しいことが起きるんじゃないかっていう、まあ、そういうのでやってます。で、まあ、いろいろやってるんですけど、まあ、しゃべりきれるあれもないので、あとポスターなどにぜひ来てください。以上です。